はい、今回も、商業図10分切れ巻きやっていこうかなと思います。まあ、前回はね、屈辱の、入玉負け、入玉で負けたので、まあ、今回はねちょっと頑張ります。おい、試験厳備者。まあね、なんかゴキナカとかやってもいいんですけど、まあ、そもそもゴキナカは居飛車が有利だと思っているのであんま刺さないですけどね。まあそう言ってね、なんか居飛車自分が持って負けることも、ま、多々あるんですけど、まあ、基本的にまあ、囲いの差が出、超速系は囲いの差が出て最後まくられるっていうことはあるんですけど、まあ、基本的に序盤の形とかは全部居飛車が良くなると思っているので、そもそも相当居飛車がいいと思いますしね、あんま刺さないですけど、決めないですね。形玉形が早いな。金かな。おお。もうなんか早いですね。この、囲いが早い。まあ、例えばそうですね。6二銀とか7二銀とか上がっていく形が、基本的に多いのかなって思います。まあ、なんか囲いを早く決めると、ね、なんか、その攻められた時の、ここの、この筋で攻められるわけじゃないですか。8筋で。だけど囲いをやってると、まあ、8筋のねこの銀の応援とかが遅れちゃったりするので、まあ、なんかなんとなくはね駒を受けておくイメージなんですよね。まあ、例えば6二銀とか、まあ、6二銀から歩ついてっていうイメージがなので、まあ、基本的にね、ちょっと待って、これはどれだっけな、ここかな。基本的にこの6四歩とか7四歩をついてあるイメージなんですけど、まあ、今回はね、相手の方遅めの感じでしたね。まあ、今、角打ったんですけど、同歩になって、金上がってない状態だと、ここに角打つ手があるんですね。で、今回金上がってる状態なので、角を合わせることで、問題なく、受かっているという感じですね。まあ、結構ここ角のラインね、怖いとこなんですけど。まあ、自分からね、歩ついたら角打つんですけど。まあ、すぐには打たないかな。こう本譜はちょっと打たないような気がしますけど、このラインを使っていくようなこともあるので、ちょっとそこら辺もね、考えていきたいなと思います。では、この角完全にシャットできたので、端ですか。まあ、叩く。ってことかな。ああ、桂ですか。へえ、なるほど。まあ、なんか歩ついて銀上がって、いけばいいかな。なんか、今考えてることがあって、まあ、今ね、なんかまたね、本書きたいなと思ってるんですけど、例えばですね、その、級位者の方とか、まあ、自分もそうなんですけど、例えば、自分今、まあ、二段、三段ぐらいなんですけど、高段者の考え、例えば、その、四段とかに上がるきっかけになる部分って、どこがその四段の方と自分が、どういう読みが違うのかなとか、どのくらい深く読んでるかが違うのかなとか、そういうとこって結構気になったりするんですよね。やっぱりそこでやはり違いが出てる、読みの正確さとか、どこまで読んでるのかとか、まあ、どういう考え方をしてるのかとか、そういうところが結構、まあ、上の方と違う部分ってあると思うんですよね。まあ、そういうのを、知る、ね、いいきっかけになる本を作りたいなとか思ってて、で級位者から本当に始めたばっかりの人からある局面を提示して、その局面をどう考えているのかっていうのを、
本書きたいなと思ってて、まあ、そうすると要は初心者の方とかは要は自分より一つ上の、方が、どのようなね考え方で指しているのかっていうのも、勉強になると思うんですよね。で、まあ、その他要は、むしろ講談社でもその級位者がどう考えているのかっていうのが分からなかったりするんですよね。そう分からないと何があれかって、例えば指導とかですよね。指導とかをするときに、例えば本当に勉強とかでもなんか昔からやっぱできちゃう人とかっていますよね。まあ、そもそも見ただけで覚えちゃう方とかね、そういう方ってやっぱりわからない人のことがわからないじゃないですか。なのでそういうことをね考えると、やっぱその講談社でもその級位者とか初心者の方がどういう考えになっているのかとか、むしろその初級覚えたての人は、まあ、講談社だったらね、あ、こう読んでるのかとか、まあ、まずはね、一つ上のランクの方の読みから、あ、こう読んでるんだっていうのがね、分かっていけばいいと思うんですけど、まあ、そういうのがね、とても勉強になるんじゃないかなっていうね、とても意味があるのかなっていう本を作りたいんですよね。これ、木跳ねるか銀取るか迷う。結構ね、そういう本って、需要と言いますかね。まあ、なんか必要じゃないかなっていうのは思うんですね。ああ、そうなんだ。ここは引いておくか。ん？すごい手が来た。ちゃんと受け切ればこちらが勝ちそうだけど、まあそういう本をね、書きたいんですけど、ただ問題があって、あ、これ取る手とか嫌だったな。いや取る手なんかね、銀打たれるってあるから、ちょっと受けにくかったかな。まあなんかそういう本を書きたいなーとかね、思ってて、でもやっぱその問題点って言いますかね、それは、かなりいろんな人に手伝っていただかないと作れないっていうことがね、結構問題なんですよね。例えば今まで自分が書いてた本とかって、まあ、自分でね、作ってるだけなので、まあ、そういう面で言うと、まあ、そこまでね、そういう、自分自身だけだと大変だけど、別に人が、何かを、するわけではないので、そういう面では、そこまで、問題はなかったんですけど、今度はそういったね、問題があるんですね。だからね、たくさんの人に手伝ってもらわなきゃできないんですよね。というのを、なんか今考えているって感じでしたね。ということでね。まあ、ずっとここにかくいるのはね、ちょっと嫌ですね。でも、毛も取りかかってるんで。まあ、なんか取る手は、多分銀なり浪曲から、銀から絡んでいけば、なんか、決まってそう。
なんかね、竜浮く手もあったなと思ってて。本譜は多分竜一郎が良かったんですけど。なんか下段に引いておけばね、万全かなみたいなことを思いまして。これは何から入る駅？飛車。銀かな？銀。銀だと詰みかな。まあ、多分何でもなんか詰みそうだけど。銀打って、引いたら角、同金同歩成でやる。で、銀で上がったら歩ついて、詰みか。あ、でもここ、なんか愛すれば、違う。いや、あれ効かないよね。あ、なんかここに打とうと思ってたんだ。あいも何もないじゃないか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでね、ちょっと待って。感想戦していくんですけど、まあね、なんか、ちょっと今日は、なんか、自分の話をさせていただいたので、ちょっと、感想戦はしっかりやっていこうかなと思います。まあ、たまにはね、なんかこういうのもありかなとか思うんですけど、皆さんどうですか？まあ、ちょっと、普通に将棋話してくれよっていう方もなんかいるかなと思うんですけど、いらっしゃったらね、そっちのがいいよって言ってくだされば、ただこういう話も聞きたいなっていう方いたら、コメント欄で、ぜひお願いします。ということで、まあ、今回、角交換試験にしました。まあ、8六で7七角上がって、まあ、3四歩で、まあ、角なっていきました。ああ、まあ、ここで角なっていきましたけど、まあ、無駄なんですよね。一旦7七角から、2二角成って。まあ、一手無駄なんですけど、それでも、実際アマチュア同士だったら、そこまでなんかね、高段者は別として、自分ぐらいの記録だったら別に問題ないんじゃないかなと思っているので、別にどうしても角交換試験やりたい方は全然やっていいと思います。2二同銀と取らせるのが、まあ、なんか2手損してますけど、まあ、それ以上に大きいものがあるのかなと思います。まあ、例えばね、この相手の方が穴熊とか好きだったら穴熊組めなくさせられるので、そうやって手損、相手が好きな戦型をさせなくさせるっていうのは手損より大きいキーんじゃないかなと思います。まあ、基本的に角交換系苦手な方多いので、まあ、それは結構ありかなと思ってます。でまあ、1四歩に対してね、すぐについてもいいんですけど、別にまあ、7七銀上がりたかったから上がっただけで、まあ、本来はなんか1四歩に1六ついといた方が身の囲い広くなるので、いいかなと思います。で、今回相手の方がね、特に普通、まあ、よく自分が対角交換試験に刺されるかって違うなと思ったのが、早めに囲いを決めるってことですね。早めに囲いを決めるからこそ、囲いをしっかり作ることはできるんですけど、ただ問題があって、まあ、基本的にまあ、銀冠、これで完成ですね。で、自分はまあ、身の囲い。まあ、銀冠って硬いんですけど、横からとかは弱いのは、覚えておいていただきたいんですけど、まあ、この銀冠と、こっちの美濃囲いだったら、まあ、上部は銀冠の方がもちろん硬いですけど、横からは完全に美濃囲いの方がね、硬いですよね。それに、3枚くっついてますし、本譜2枚ですからね、金銀2枚。ということで、まあ、現地でこっちの方が硬いと。で、まあ、飛車交換に、目指していけるんですよね、こっちは。なぜなら、飛車交換に相手の方は弱い形。下段に飛車利かせたら結構すぐ詰みます。自分の方は下段に利かされても大丈夫。ですが、上部の戦いになると、ちょっとこちらは弱いので、まあ、上部の戦いにね、まあ、備える必要はあるかなと思います。まあ、ただね、まあ、ここはもう仕掛けていい局面かなと思います。まあ、この角打ちよく4四角出てくるんですけど、7七角と受ければ問題ないです。7角内に同桂と、また打ってきたんですけど、まあ、これに対しては、まあ、例えばね、ここに、
8五歩打っても別に問題なさそうですね。まあ、角成同銀で、あとこの歩をついていけばいいんで。まあ、ただ本譜は、まあ、5八金と上がっている形があるので、5八金と上がっていなければ、まあ、対局中も話したんですけど、同角同歩でこの金が上がっていないとですね、ここに角を打つスペースがあるんですね。ここになる手と、まあ、4五になる手があります。まあ、この手はね、すごい嫌な手なので、ぜひとも覚えていただきたいなと思います。基本的に7六角成されたら、ほぼなんかゲームセットに近い状態ですね。7六角成に、次、8六馬と取る手があって、まあ、飛車、逆用されてしまいますよね。自分が居飛車側だと、それちょっと狙ってたりします。相手の向かい飛車に対して、逆に飛車を逆用してやるというね、手を狙うんですけど。で、まあ、本譜、金が上がっていることで突くことができて、4四角に金上がって、まあ、これで万全かなと思います。まあ、この4四角は攻防に効かせているという意味合いがありそうですね。で、1五歩についてきまして、まあ、1七歩叩くのかなと思ってたんですけど、まあ、1七歩叩いて同香に2五桂跳ねていくような手かなと思ったんですけど、先についてきましたね。で、この美濃囲いの手でも覚えておいてほしいんですが、2六歩と突く手ですね。これタダで取らせるんですけど、2七銀と応援を生かせることによって、この逆に相手のこの桂頭とかも狙えるんですよね。で、引かせて、まあ、3八金もあったのかなと思います。3八金。なぜかっていうと、まあ、相手の方からね、2六歩打てる状態であればね、3八金やってたら2六歩で逆用されちゃうんですけど、今回相手の方は、持ち駒歩しかないですし、まあ、2四に歩あるので歩が打てないので、3八金と引き締めてから桂成、2六歩ついて桂成に同金とすることによって、まあ、上部逆に手厚くするっていう手も、全然あったかなと思います。これも同玉っていう取る手か迷ったんですよね。なぜかっていうと、やっぱ桂頭が弱点になるんで、まあ、3五歩ついてくるんですよね。まあ、そもそも桂頭しか弱点ないんで、他も完全に万全なので、まあ、同玉としておけば、より万全だったのかなっていうのは思います。まあ、ここで金引き締めましたけど、4五桂跳ねる手も考えてて、4五桂跳ねて、3六歩には、まあ、金もしくは3八歩とか打っちゃって、まあ、4八金と上がって、まあ、完全に受けるって手もあったんで、むしろなんかそっちの方が、ちょっと棋風だったなって思って、たんですけど。あ、ちょっとね、これ、飛車切り見えてなかったんですけど。まあ、ここもう切るしかないですよね。まあ、ここは完全に止まってしまったら、もう相手の方何もできないので。まあ、ここは切るしかなかったのかなと。まあ、勝負手ですよね。で、まあ、相手の方結構手数かけて銀冠作ったはずなんですけど、自分の方は相手の方のね、攻めを逆用して銀冠を作れましたよね。まあ、それって結構大きいですよね。単に作ってると、その間に攻められちゃうんですけど、相手の攻めを利用して囲いを作るっていうのも結構ありかなと思う。まあ、銀打たれてね、ちょっとここら辺の王手が難しかったんですけど、これは正直、なんかね、4八桂とかでもよかったかなと思う。切って、同金で、銀打たれて同銀同歩、同金とか取っておけば万全だったかなと。これがちょっと、悪手だったかなと思います。4五桂。4五桂に、なんか2六角とか出る手が厳しくて。2六角は、まあ角成も見えてますし、次3七銀って打つ手がありますね。それがちょっと厳しそうだったかな。まあ嫌でしたよね。まあ、2六角で4八銀で角成って同金に3七銀、同金、同歩成、同玉。まあ、おそらく詰みとかはないですけど、なんか嫌ですよね。王様が、ちょっと、裸にされちゃうので。で、まあ、4六桂打ちまして。まあ、ここら辺はもう、結構盤石になったのかなと。まあ、ただですね、まあ、なってなって、引いて、まあ、結局この角のラインがまだ残ってるので、まあ、怖さはあるんですけど、まあ、そこまで問題はないのかなっていうところです。あと、角を逆にいじめてると、ね、こういう手がなんか早くなりそうですし。まあ、自分
のとこにね、7七とかに角があるんだったら、6五歩ついて、角道を、開けながら、この角をいじめるっていう手はね、あるかなと思いますけど、まあ、ここはもう決めに行っていいとこだと思います。基本的に、まあ、相手の方の攻めがもう完全に切れてるので、まあ、その瞬間にはもう仕掛けてもいいかな。まあ、ただ、棋風によりますけど、まあ、ここでね、完全に受け切っちゃうっていう棋風もあります。自分もどちらかっていうと、前までは、受け切っちゃう棋風だったのかなと思いますけど、受け切ろうとすると、まあ、時間がもっと長い将棋だったら受け切りもありかなと思うんですけど、時間短い将棋だと、受け切り、ミスるんですよね。そうすると逆られるので、もう決められるときは、まあ、決めに行ってもいいかなと思います。まあ、ただ、心配だったらね、決めに行くのがちょっと心配で、駒とか渡したくないんだったら、まあ、完全に受け切りとかもありかなと思います。そこら辺はね、棋風とか、まあ、時と場合によりそうですね。駒渡すと自分がすぐ詰みそうだとか、そういうときはちょっと怖いですけど、まあ、そういう駒渡しても、やられなそうな局面ですね。まあ、なぜなら、広いので、竜のところに逃げれば別に問題ないですし、なかなか、桂馬と金とか、銀とかだと、そう簡単にね、竜の利きがあるので、詰まないので、そしたらね、もう行っちゃってもいいかなと思います。で、銀打って、この歩を置いた時に角のラインって受けづらいんですよね。ここに何も打っても、歩成りって取られちゃう。そういう局面にね、まあ、持っていくと結構終盤は詰ますことができるのかなと思う。やっぱ飛車から行っても詰んだんじゃないかなと思いますけど、まあ、飛車から打って、まあ、寄って、銀で詰むか 2三飛車に1二玉に1三銀で詰みかな。ですけど、なんかね、変な手順選びましたけど、まあまあ、この形ぜひ覚えておきたいなと思います。まあ、単に3二角打つ予定だったんですけど、とにかくドキドキ内で、ここに合駒させなかったんです。まあ、合駒がちょっと無駄にさせるっていう、この形ね。まあ、自分がね、間違って4三角打っちゃっただけなんですけど、この形ね、たまたま出てきて、良かったですけど、ぜひとも覚えてほしいなと思いますから、皆さんぜひともね、この形覚えておいていただきたいなと思います。まあ、これはね、ほぼ詰む形なので、まあ、こういうね、王様で、受けちゃうと言いますかね。王様が裸になっても、全然、竜の利きとかね、意外に囲いが硬いので、こういう将棋も、ぜひともね、覚えていただきたいなと思います。どっちかっていうと、昔、すっごい好きだった将棋ですね。まあ、最近も好きですけど、こういう将棋好きなので、皆さんもこういう将棋をね、一つのレパートリーとしてね、ぜひとも、ね、覚えていただきたいなと思います。まあ、今回いろんな、形とか、ね、出てきたので、まあ、少しは参考になるかなと思いますので、ぜひとも覚えていただきたいなと思います。もしよかったら、チャンネル登録、高評価などしていただけたらなと思います。で、自分の執筆した電子書籍等もありますので、もしよかったら、読んでいただけたらなと思います。ではでは、バイバーイ。